ヨーロッパ全部ですね。そしてここに立つ銅像が先ほど何度もご案内いたしました1800、1400年の間の聖殿下統治時代の、一部を統率した、カール・ヨハン国王様ですね。で、木の祝福レースで、君ね、というのはノルウェージの人たちのために、ここに思い出として据え付けるという意味ですね。こちらが、ここ王様の、この名前をつけて、カール・ヨハン像を満たした、センターは大体通りのことで、ここに終わります。